逆転裁判、法廷パートですね今回。前回ね結構難しい捜査パートがあって、あんな密室でね殺人事件起こって犯人じゃないパターンあるの？あるのかな？ないよね普通に考えて。でも完全無罪を目指さないけないらしいんですよ。もうなんか聞いたことない言葉やけどね、完全無罪。もう一部無罪でもダメらしいね。やっていきますか。逆転裁判2には再開、そして逆転法廷前編後編もあるってことだ。6月21日午前9時48分地方裁判所被告人第3控室。控室いっぱいあるな。カルマケンジってあの、いやそれがどうもその2代目らしいよ。2代目、ひどいやつだったよねカルマケンジ。そうだよ、自分が勝つためならどんな卑怯な手だって。そうだったね。でもあのツタンガン当てられたもんね僕ら。完璧という言葉に異常にこだわる男。記録上は40年間完全に無敗。有罪判決の裏で一体どんな汚い手が使われていたことか。2代目か、一体どんなやつなんだろう、これの子供か。いやー楽しみだね。どんな顔してるんだ、似てやりたいね。もうダメだ。なんでよ、買ったじゃないこの前は。迷い様、あ来た、ハミちゃん。ハミちゃんよく来てくれたね、ありがとう。だって私もう心配で。あれおばさまは一緒じゃないの？お母さまは修験者たちを見ています。2日続けて修行をお休みすることはできないって。え、じゃあ一人で。はい、お屋敷を抜け出して地図を見ながら。片道2時間よ電車で。折れた？もしかして歩いてきたの？あ、まさか。もちろん走ってきました。すごい。何日かかる電車で2時間の距離、この子供だとハミちゃんやとね。それは電車で2時間かかるんだぞ。ハミちゃん、あの電車は？はい、電車ですか、知らないの電車を。ダメだこりゃ、怒りは超好きな人。そろそろお時間ですね。怖いなカルマケンジ、何するか分かんないもん。私やっぱり三剣ケンジが良かったよ。三剣ケンジさんってどなたですか？なるほどくんのライバルでも親友なの。意義あり、でっかい意義あり出た。いやー今でもはっきり覚えてるよ、意義あり。かっこいい、あ懐かしい、この曲好き。好き、この BGM かっこいい。最後の最後までそれはそれは大変な裁判ばっかり。意義あり、意義あり、何と。まあこんな感じでさ、宿命のライバルだよね。あよいちゃん、その名前は口にしないで。なんで？なんかあったの三剣、あの後に。どうしたのなるほどくん。ごめん、まゆいちゃんは知らなかったかもしれないね。うん、あいつはもういないんだよ、どこにも。どこにも？ちょっと待ってよ、それってどういう。開廷時間です、法廷入ってください。行こう、今はそんな話をしてる時じゃない。じゃあなんでそんな意味深なこと言うの。気にさしといて、かまってじゃないから。なるほどくんは。なるほどくん、あれまあ気になるやないの。同日午前10時地方裁判所第2法廷。おいガヤガヤ、あれが子供か。なんか今ちょっと見えたぞ。これより綾里と迷いの法廷を改定します。検察側弁護側とも準備の方はよろしいですかな。これが子供か。
こんな感じ、女性だったのね。まあ女性もありえるか、そら変なバイアスかかってたな。勝手に男やと思ってた。うん、よくないな。なんだこの女の子は。うん、ほら準備はできてるのですか。なるほど、僕すみません。なんで僕ばっかり怒るんだよ。そうだよ、あいつもそうだろう。なるほど、龍一。ん、私が女なので驚いている。そんなところね、バレました。ってことはやっぱりこの子がカルマケンジ。私の名前はカルマメイ、天才ケンジよ。自分で言っちゃうの。私がアメリカの検事局を捨ててこの国へ来た理由はただ一つ、アメリカの検事局で働いてたの。ってことは日本の司法試験受けてないんじゃないの。どうやってなったの。アメリカで検事やってたからって日本でできるわけじゃないですよ。変な協定結んでんの、もしかしてアメリカと。大丈夫この国は。復讐よ。なんか持ってたぞ今。復讐、父親カルマゴーのことか。個人的なことならば後ほどゆっくりと。あう、発言中何した今。いや、ビシーって見えたよ、なんか筋が。無知の筋が。危ないよ、やめて。発言中よ。いや、ほらほらほら、ビシーやってる。やめて。邪魔すると、この無知が物を言わ。何言ってんの、法廷ですよ。絶対怒られるよ、こんな。無知じゃなくて口で物を言ってくれ。痛いって言ってる。当たってるよ、当たってる、当たってる。暴行罪で訴えよう、これはもう。この場で逮捕してもらってください、係官。私は必ずあなたを倒す、物理的に倒そうとしてるやろ。覚悟することね。なるほど龍一。危な、叩かれるの。ではカルマ検事、冒頭弁論をお願いします。カルマの血を引く者は一つの宿命を負っている。それはすなわち完璧な立証。被告人綾里麻代に罪を逃れる道はないと宣言するわ。わかりました。ところで弁護人。はい。弁護側の主張ですが、完全無罪ということでいいのですか。何を確認してんの。完全かどうかを確認してんの。ええ、バカほどバカゆえにバカな夢を見るもの。今から10分以内、弁護人は意見を変えざるを得なくなる。好きね、その時間指定すんの、親子揃って。そう、正当防衛という逃げ道にね。逃げ道、正当防衛。うん、ありえるよ、だってそういうことだって。命が危険にさらされた時、自衛のために相手を死なせること。まあまあ、その死に関わらなくてもあるけどね、正当防衛ね。殴られそうになって殴られたりして殴り返すみたいなね。確かにその方が説明しやすいけど、説明しやすいところがその状況やったらそう言うしかないからな。弁護側はあくまでも完全無罪を主張します。まあやってないって言ってるわけだもんね、多分。正当防衛は殺したと認めてしまうわけだからな。うん、うん、何愚かな。じゃあ最初の証人は。なるほど龍一。で、その何、正当防衛がずるいみたいな、ちょっと負けみたいなイメージでいるってこと。この人たちは正当防衛はまあ殺しは殺しやからなみたいな、無罪であっても。どういう発想なんそれは。なあ、違法性がないから正当防衛無罪になるわけであって、責められるもんじゃないからな。親父と違って生きがいいな。生きとか言うの。うん、まあな、やっぱまずはいとの子からやな。証人、名前と職業は。あ、名前はいとの子桐圭介、所轄署の刑事っす。痛い、殴られてる。そんなことはどうでもよろしい、やめて。暴力振るわっといてください、裁判所の中で。さっさと事件の説明をなさい。了解っす。では現場の上面図を見てもらうっす。おお、対面の間には窓がなく扉には鍵がかかっていたっす。事件が起こった時、部屋の中には被害者と被告しかいなかったっす。被告人ね。二人はそこで何をしていたんですか。
は、そのちょっと霊媒よすね。霊媒。裁判長うさんくさそうな顔してるな。とにかく霊媒が始まって数分後、部屋の中から銃声がしたっす。そうですね。右が犯人。そうね、迷いちゃんが右やもんね。被害者ね。ドアをぶっ壊して数名の証人が部屋に踏み込むと、被害者はすでに亡くなっていたと。うん。裁判長、これ以上ないぐらい明白な事件ですな。対面図の見取り図、上面図をファイルしたと。それで被害者はどうやって殺されたのですか？それが少々込み入ってるっす。さっさとそれを証言なさい。うん、教えてください。被害者の死因について。直接の死因はこめかみに打ち込まれたピストルの弾丸っす。弾丸はかなり至近距離から撃たれているっす。まあ距離がそもそも近いからね。ただ被害者は撃たれる前に胸を刺されているっす。これがよくわからないよ。傷はかなりひどかったっすが、即死には至らなかったっす。犯人はとどめを刺すためにピストルを使ったっす。なんか変な殺し方なのよな、これがな。ピストルで撃たれる前に刺されているんですか。これが被害者の解剖記録っす。来た、解剖記録。桐崎哲郎の解剖記録。胸を刺された後、至近距離からこめかみをピストルで撃たれている。はいはい。順番って分かるもんなんかな。そんな受理します。では弁護人尋問を。はい、分かりました。伊藤の子頼むよ。被害者の死因について。直接の死因はこめかみに打ち込まれたピストルの弾丸。また凶器のピストルは誰のものだったんですか。そうだ、気になるよ。被害者桐崎医師のものだったす。なぜ医師がピストルを持っている。被害者なぜそんなものを。右やり、いや女の人の声だ。なぜピストルを持っていたか、そんなことはどうでもよろしい。それよりそのピストルに付着していた指紋、さらに注目してくれるかしら。というか注目しなさい。指紋ですか。もしかしてピストルのグリップには被害者の指紋と一緒に綾里と迷いの指紋が残されていたっす。まあね、そうだろうね。凶器のピストルに被告の指紋ですか。しまった、罠だったか。罠ってか別に出してくんやろ、チョコ。それはもともと弾丸はかなり至近距離から撃たれてるし、至近距離からこめかみ。また至近距離ってどのぐらいですか。30センチから50センチぐらいっすね。結構近いね。30から50。だいぶ近いね。どうしてそんなことがわかるんですか。確かに。やれやれ、なるほど龍一。バカな国のバカのバカさんがうんざりするわね。バカな国のバカのバカさ加減。何な、なんだと。焦げ跡。焦げ跡。焦げ跡。至近距離で弾丸を打ち込まれると弾痕の周りに焦げ跡がつく。そうなんだ。弾丸は火薬の爆発で熱くなるっすから、被害者のこめかみははっきり焦げていたっす。そうなんだ。近いと焦げちゃうんだ。はあ、初めて聞いたな。ただ被害者は撃たれる前に胸を刺されているっす。そうだね、それもありましたね。刺された。その凶器はどんなものですか。この果物ナイフっす。そのナイフはどなたの。どうやら綾里家のものらしいっす。もちろん綾里迷いの指紋がべっとりっす。やばいねこれは。実際にべっとり。不利だな。ふっふっふ、どうしたの。なるほど龍一。傷はかなりひどかったっすが、即死には至らなかったっす。刺し傷はね、まあなかなか即死にはならないか。どれぐらいの傷だったんですか。あと1センチ右ならば心臓ぐさりっす。胸をね。
とても反撃なんて無理っす。きっと立ってられなかったっす。なるほど。刺されて倒れたところをこめかみで完全に殺意を持って刺しているな。おお、確かにね。胸をナイフで刺すなんて確かに殺意は絶対認められるよね。犯人はとどめを刺すためにピストルを使ったっす。ちなみにこの刺し方とか刺す場所とかでその殺意があったかみたいな本当に認定するらしいですね。なんかこれね、僕教習所じゃ車ちゃうねんから教習所の話なんで弾める。車の免許取った話ええねん別に。その収集の時にその殺意の話を聞いて、これ未だにほんまなんかなと思ってて、そのナイフの持ち方が刃があるじゃないですか、包丁の刃を上向けて刺すとこれかなり強い殺意があるっていう風に認定されるみたいな聞いたけど、あれほんまなんかな。でまあ刺す場所とかでもね、足刺してたら別に殺意なかったんちゃうかとかもいろいろあるんかもしれんね。面白いですね。犯人はとどめを刺すためにピストルを使ったっす。またピストルより刺された方が先、間違いありませんか？間違いないっす。傷を調べればそれぐらいはすぐに分かるっす。ほんまか？分かるか、そんな数分やろ。さって言ってもバカはバカのバカげた意見をありがたく聞くものみたいね。バカばっかり言うな、やめろ。そもそもこめかみを至近距離で撃たれれば即死。ナイフとピストルどっちが先か考えるまでもない。いや別に即死の後刺してるかもしれないじゃないですか。何を言ってるんですか。というかもう少し考えなさい。なるほど龍一。ムカつくな。そこまで。殺害された方法についてはこれではっきりしました。2つの凶器を証拠として提出するっす。わかりました、受理しましょう。凶器で切り裂き石のもの2発発砲されており、迷いと切り裂きの指紋が付着。これ2発ってのがね肝になってくるんですよ絶対ね。知ってますよ。ナイフ、小型の果物ナイフ、綾里家のもので迷いの指紋が付着している。迷いのだけか、迷いの指紋だけか。そうですか、さっきは2人のね指紋ついてたね。死亡推定時刻は6月19日の午後3時15分。証人たちが2発の銃声を聞いた時刻に間違いないわ。そして2つの凶器に被告人の指紋ですか。まさに完璧ですな。何それは。当然。まずい。事件がシンプルなだけに付け入る隙が全くない。確かにな。裁判長、遠慮なくそのハンマーを叩いていいわ。もう議論の余地はないものね。確かにそうですね弁護人。はい。これでもまだあなたは完全無罪を主張するのですか。正直なところそれでは勝ち目がないと思いますがね。予言は当たったよね。なるほど龍一。10分以内にあなたは意見を変えざるを得なくなる。どうしますか弁護人。正当防衛に主張を変えるなら今ならば聞き入れましょう。これが最後のチャンスです。いや状況が何も分かってないのに正当防衛かどうかも分からへんやんか。その無罪を主張、正当防衛を主張、発砲を認めるかどうかっていう話、迷いちゃんが発砲行為をしたかどうかの話、この今正当防衛とか完全無罪とかって言ってるのは。この決断は大きい。よく考えるんだ。で迷いちゃんが売ってないって言ってよ迷いちゃん。でも完全無罪を貫けと師匠千尋さんが言っていたよな。俺は完全無罪、完全無罪だ。正当防衛を主張するということはつまり殺害を事実として認めてしまうことになる。だこれが客観的事実にどっちが合致してるかを重視してほしいんだけど。なるほどくん、迷いちゃんのはこれからの一生殺人者として生きることに。いやだからその仕方なく打ったパターンも本当にあるわけやから、そのなんか客観的にどうとかじゃなくて。いい、そんなことできるわけがない。裁判長、決断しましたか弁護人。弁護側の主張は変わりません。
完全無罪以外にありえない。いやまた危ない、振り回すな。今この瞬間勝負は決した。刑事、あ最後の証言、とどめを刺すの。了解っす。あ、ちょっと執行役はこの私が。危ない、やっぱ危ない。危ない。やっぱりいいです。最後の証言をしてください。注意して。綾里と迷いの有罪を立証するもう一つの証拠について。迷いの犯行を立証する証拠ね。立証する証拠。残念ながらさらに強力な証拠があるっす。わお、そうね。被告が現場で着ていた装束を見てほしいっす。見ての通り血痕が付着しているっす。被告は明らかに無抵抗の被害者を殺害したっす。明らかになの？うん。これですか。確かに返り血がついていますね。綾里と迷いが犯行に関わっている証拠っす。わかりました、受理しましょう。事件現場で迷いが着ていた装束、血痕が付着している。まあ見たからね、これは実際迷いの装束ね。これが、まあ、証拠というわけ、まあ、目の前でね返り血を浴びたということですから、まあ確かに。いかがですか弁護人。指紋のついた2つの凶器に血まみれの衣装、これ以上最悪の状況がありえるか。言葉もないみたいね。検察側の証言はこれが最後のはずよ。せいぜいあがくことね。なるほど龍一、頼むからフルネームで呼ぶのやめてくれ、やめてくれ。カルマメイ呼ばないでくれフルネームで。なあ糸の小切り圭介もそう思うよな。なるほど龍一はそう思うよ。残念ながらさらに強力な証拠があるっす。はい、揺さぶります。だからさっさとそれを証言してください。今からするんです。待ったって言ってるあなたが止めといて、だからって何ですか。あなたが今待ったって言ったんですよ。今日の弁護人はなんか怖いっす。まあ弁護人そう興奮しないで。わかりました、そんな睨まないように。被告が現場で着ていた装束を見てほしいっす。はい待った。迷いちゃんの消息？そうっす。我々が駆けつけた時に着ていたっす。迷いちゃん、今日も同じ格好していたな。あれ以外着ちゃいけない決まりでもあるのかな。見ての通り血痕が付着しているっす。被告は明らかに、ちょっと待って。見ての通り血痕が付着しているっす。揺さぶる。その消息についている血は？科学分析の結果被害者のものであると断定されているっす。まあそらそうよな。被告の装束に被害者の血がね、これもかなり不利だぞ。他に何か手がかりになるようなものは？そうっすね、何変わったことがあるならとっくに証言している。時間の無駄、次行きなさい。カルマ検事は完璧主義ですからね。くそ、裁判長も検事の味方か。下手に食い下がるのも危険だけどどうする。ちょっと追及してみる。危険なの？カルマ検事、今までほとんど口を挟まなかった。ここで突然の異議あり、何かあるのかもしれない。結構思われるのよね、実際でも。なんか不都合なことなんやろなとか思っちゃうよね。この装束、何か手がかりはないのか？よく見るんだ。なるほど、君。その装束は穴の開くほど見つめても仕方ありません。くそ、時間切れか。この装束には、ちょっと待てよ。なんか気になったぞ、今一個。見れないか。あれ、なんかちょっと気になったんやけど。問題ある？裁判長、この証拠品には大きな問題があります。なんですって？どういうことっす？一体何が問題だというのですか？どうやら目の前に突きつけてやる必要があるな。
この装束がはらんでいる問題とは、わかるよこれでしょ、穴が開くほどとか言ってたもんね。見つめても仕方ないですよ。穴のヒントを出してくれていたのね裁判長。これだろ、くらえ。この装束のたもとを見てください。たもと、ああ小さな穴が開いています。あ、なんすか、報告書には書いてなかったっす。待ってください、この穴の周りかすかに火薬の匂いがします。そんなもん見落とすの、火薬聞いてないっす、ザル操作しやがって。見落とすなよこんなの、火薬の匂いのする穴を。火薬の匂いがする穴、どうやら見つけたぞ奴らの穴を、文字通り穴をね。当然それは弾丸によるもの、弾痕と考えるべきです。火薬の匂いがするんやもんな。ああ静粛に静粛に静粛に、これは重大なことです。どうやら法廷記録に情報を加えた方がいいですね。ああ前装束、詳細で内容を見ることができる。すまねす、我々の見落としっす。な、落ち着いてるねカルマさん。カルマのやつ笑っている。もしかして知っていたのか。胸を張りなさい刑事、そんな些細な穴、証拠の持つ力は変わらない。証言を続けて、今のは矛盾ではないわ。意義あり、なるほど、いけ。バカだ、こんな大きな見落としを。確かにこれは警察のミスです。しかしカルマ検事の言うように、この証拠の発言力は変わりません。うん、発言力は変わりません。証拠の発言力って変な言い方するね。証明力っていい意味ですか。もっと決定的な矛盾でもない限りは。そんな、証人、証言を続けてください。まだ。被告は明らかに無抵抗の被害者を殺害したっす。明らかに無抵抗とはどういう意味ですか。無抵抗だった。どうしてそれがわかるんですか。被害者に抵抗した跡が見られないからっす。ふむ、被害者と争っていたのか、犯人が一方的に殺害したのか、これは全く意味合いが違ってきますからね。またまた大ピンチか。被害者が無抵抗じゃなかったという証拠でもあればな。そんな証拠あるか。カルマめ、これで一気に勝負を決める気か。何としても決定的な矛盾を見つけなければ。なんかよくあるのは、まあその犯人を引っかいて爪の間にね、犯人の組織片が残ってるとかいうことはよくあるけどね。犯人がなんか怪我してるとか髪の毛落ちてるとかね。残念ながらさらに強力な証拠はあるっす。待った、だからさっさとそれを証言してください。今日の弁護人はなんか怖いっす。まあ弁護人、そう興奮しないで。わかりました、そんなに睨まないように。ちょっと待って、見てほしいっす。はい、また迷いちゃんの装束。そうっす、我々が駆けつけてに来ていた。あれこれ見たっけ、もう。あ、見たか、もう一周したか。ちょっと待って、突きつけないといけないんだね。じゃあ一通り言ったということは、直視、明らかに無抵抗の被害者を殺害したっす。で終わりか。明らかに無抵抗ではなかったということを証明しろと言っていたね。なるほど。はよし、これちょっと精査タイム。現場にあったもので言うと、屏風ですね。鍵、これはあれ、鍵はどっから、中からかけたんやっけ、何やっけ。見取り図ちょっと見てみましょうか。はい。そして、胸を刺された後至近距離から撃たれる。弾痕の周りには焦げ跡。はいはい、焦げるって言ってたよね、近くで撃ったらね。
まあ、2人の指紋が付着、これがまず1個気になるよね。でも、まあ、一種のものやからな、そもそもな。まあ、切り裂きの指紋が付いてるのはおかしくはないか。これで争った後も、で、凶器は迷いちゃんの指紋だけなよな。で、刺されてるわけやから、まあ、これ見るしかないか。でも、まあ、これしかないのか。この穴、迷いちゃん側に穴が開いてるってことは、迷いちゃんの方向にピストルが向いてたってことですもんね。これ自分で自分のたもとに向かって撃たないもんね。だから被害者側から撃たれたって言えんのかな、これで。これしかない。ピストルもちょっと弱い。こっちはね、どっちかというか。行ってみましょう。意義あり。いけたか。伊藤の小切り刑事。なんすか。フルネームで呼ばれるとなんかちょっと不気味す。伊藤の小切り刑助だろ、お前のフルネームは。無抵抗な被害者を殺害した、そう証言しましたね。そうす。じゃあ警察が見落としたこの弾痕はどうなるんですか。いけたね。どういうことですか。いいですか。弾痕があるということは被害者は発砲したわけです。まあ被害者が発砲したまでいけんのかな。これのどこが無抵抗の被害者なんですか。おお、ちょっと違う曲やけどかっこいいね。これもこれで、やられたっす。はっきり言うね、やられたって。確かにその通りです。被告に向かって発砲したとなると状況は変わってきますね。やったぞ、これで風向きが。ふう、なんだあのご苦労様と言わんばかりのため息は。ご苦労様、なるほど龍一言った。どういうことですか、カルマケンジ。どうやら綾里と迷いは被害者に撃たれたみたいね。それなら正当防衛が成立するかもしれない。なるほどね、そっちに持っていきたい。正当防衛でもいいの。でもカルマ無罪よ、正当防衛も。なんでそれを OK としてるの。それよくわかんないね。その通りです。でも覚えてるでしょ、そこの弁護士ははっきり言った。正当防衛ではなく完全無罪を主張するって。あ、そういえばそうでした。ビシャ、危ない。危ないって。つまり弁護側はまだ何も証明していない。そんな、確かにその通りです。ヒラリーやないのよ。それに装束に弾痕があったからといってそれで正当防衛が証明されるわけじゃない。まあそらそうだ。そうなんですか。ハギャー、叩かれてる。痛い。ポケットしないで、さっさと事件当日に起こったことを再現なさい。再現。新しく発見されたデータも織り込んで。自分がすか。自分はその頭を使うのが、やめて。もう、やらせていただくっす。パワハラもパワハラで、こんなもん。推測される事件の再現。被告は霊媒注意、被害者の隙を見てナイフで胸を刺したっす。被害者は当然最後の力を振り絞って抵抗したっす。二人は揉み合って被害者はピストルを取り出したっす。被害者は発砲したっすが距離が近すぎて外したっす。近すぎて外した。その隙に被告はピストルを奪ってとどめよ。筋は通っていますね。通っていますか。ほうほうって言ってる。弁護人どうですか。確かに筋は通っているように聞こえる。でも絶対に認めるわけにはいかない。まあありえるけどね。正当防衛でもいいんじゃないの。もし売ってるならね、迷いちゃんが。そんなに睨まないように。では尋問をお願いします。推測される事件の再現。被害者の隙を見てナイフで胸を刺した。なんでそんなことしたんだ。
桐崎医師と被告人は体格にかなり差があります。確かに被告人の体力では被害者を刺すのは無理です。無理無理とまでいけるか。そういえばそうですね。まあそのナイフの深く入り具合でこれ女性の力でこんな近く深く刺すのは無理だよとかならありえるかもしれないけどね。いきやり来ました。とぼける気かしら。なるほど龍一、綾瀬と迷いは霊媒中だった。そうでしょ。うん、うん、クライン流霊媒道では受者は高齢中体格も変化する。看護師の体格ならば桐崎医師と争えたはずよ。そうなんの。まあまあ体大きくなるのか看護師の方が大きかったのか。こいつそんなことまで調べてるのか。身長とか別に書いてなかったよね。ああ身長とか体格までは書いてなかったよね。そうね、看護師。うん、はいはい。危ない、言ったはずよ。私は完璧なの。あの今の話私にはその意味が、うん、分からんよね。なんでもないです。証言を続けてください。聞いといた方がいいよ。大事なんやから。裁判官が理解してない意味なんやから。被害者は当然最後の力を振り絞って抵抗したっす。あった。ナイフで刺されただけでは死ななかったわけですね。ただ出血量から考えてかなりダメージがあったっす。出血量から考えて、まあ胸を刺されてるからね。どれぐらいのダメージですか。そうそう、実はこの間献血に行ってきたっす。変なに終わったらちょっとクラクラしたっす。あれの10倍ぐらいクラクラしたんじゃないかと。怒られるぞお前今から。キャン、ほら叩かれた。キャンって言うてもてるやもん。あーすまねっす。二人は揉み合って被害者はピストルを取り出したっす。うん、待った。そのピストルは一体どこから。どうやら被害者の桐崎医師はあの日のために用意していたっす。何するつもりやったの。そもそも桐崎は殺そうとしてたの。その迷いちゃんを。どういうこと。ピストルをですか。闇ルートから手に入れたっす。事件の2日前にね。闇ルートってカタカナに書くとなんかなあ、リクルートとかアガルートとかそんな感じに見えてくるね。うん、桐崎先生どうしてピストルなんか。用心のためだったのかな。この日のためにピストルを用意。闇ルートからめっちゃ身に危険を感じてたか誰かを殺そうとしてたかどっちかってことかな。被害者は発砲したっすが距離が近すぎて外したっす。これちょっと意味わかんないね。ここじゃあこの装束の弾痕はその時に。そう考えるのが自然っす。二人は揉み合っていてその時発砲されたっす。なんかその取り合ってたのかなピストルを。その時にパーンってやったから外したってことかな。迷いちゃん当たらなくてよかったな。うん、確かに。その隙に被告はピストルを奪ってとどめよう。また迷いちゃんはピストルなんて撃ったことはない。安全装置は被害者がすでに外していたっす。引き金さえ引けばあんたですら発砲できたっす。そうなのか。僕ですら。誰でも発砲できたから迷いちゃんにも発砲できたと。ヒラリーやめて。お分かりかしら。カルマのロジックは完璧なの。憎らしいほどもっともらしく聞こえる。でもどこかに矛盾を見つけないと。それも決定的なやつを。被告は霊媒中被害者の隙を見てナイフで胸を刺したす。霊媒中に胸を刺したね。また桐崎医師と被告人はこれやったか。体力、戻ってきたか。うん、はいはい、分かりました分かりました。はいはい、 OK です OK です。体も変わるのね。はいはい、そうですね。はい、分かりました。完璧ですね。意味がね分からないですけどもね。誰も説明はしませんと。証言を続けてくださいってなって、あーまた突きつけなきゃいけないか。最後の力を絞って抵抗したっす。
揉み合ってピストルを取り出して発砲したが距離が近すぎて外した。あ、これが気になるね。距離が近すぎて外すって何なの。ちょっと待って、外してあそこに着いたのね。ってことは難しいね。距離が近すぎて外したピストルがあります。いやー、胸を刺された後至近距離から撃たれる。弾痕の周りに焦げ跡。距離が近すぎて外した。これはでも距離が近いから焦げ跡、焦げ跡なんか、ちょっと待ってよ。あー、そういうことかな。ちょっと待って、見よう。これさ、焦げてんのかな。焦げてんのか、これ。焦げてるようにも見えるけど、焦げてないようにも見えるな、穴が。距離が近かったら、こんな布なんて焦げんのちゃう。もうちょっと焦げるんちゃう。そんな話他ないか。焦げてないっていうこと、そんなことでいけんのか。で、距離は近くなかったっていうこと。でもこれは弾痕であることは間違いないんやもんな、おそらくな。火薬の匂いがするんやもんな。距離の話行ってみるか。これ突きつけてみるか。距離近くなかったんじゃないかっていうのを、ちょっと待って、はいはい、決定的なやつをね。当然力を振り絞って抵抗した。ピストルを取り出した。距離が近すぎて外した。で、弾痕ができたっていうけど、距離が近すぎたら焦げてんじゃないのと。で、そもそも距離が 近いから外すっていうのもちょっと変やし、行ってみよう。意義あり。いけた。いけない。装束に開いた小さな穴、これを見落としたのは致命的でしたね。いけたっぽい。どういうことっすか。この小さな穴があなたの証言に開いた大きな穴を証明している。うまいこと言うね。なるほど。早く説明を。なるほど君。二人は揉み合っていて、被害者が至近距離から発砲した。それならばなぜ装束の弾痕に焦げ跡がないのか。やっぱりそうか。焦げ跡っすか。さっきあなたはこう証言したはずです。至近距離から撃たれる弾痕には焦げ跡ができると。うわ、この装束の弾痕には焦げ跡なんかない。焦げ跡、なんだなんだ、見えないぞこっちから。確かにその通りです。となるとどういうことに。分かってへんのかい。発砲された時2人はかなり離れていたことになります。かなりかどうかは分かんないけども。ふむ、意義あり。がっかりね。なるほど龍一、そんなことで私のロジックに穴が開くと思って。その程度のこと何とでも説明がつくでしょ。それなら何とでも説明してもらいましょう。例えばそうね、揉み合っている時に被害者が被告人を突き飛ばした。そして距離が空いた時に撃った。どう。意義あり。お話になりませんね。おー、あえて言うのね。証言では被害者は刺された時かなりダメージを受けていた。被告人を遠くまで突き飛ばす力など残っていない。どうかなそれは。何くねくねってした。じゃあそうね、追い詰められてるよ。そう、被告の方から離れた。ナイフで刺した後、彼女は一度切り裂き医師と距離を取った。そしてナイフを構え直して再び襲いかかったのよ。その時被害者は発砲した。これなら問題ないでしょ。変な動きやけどね、そんなもん。それなら筋が通るようです。いかがですか。なるほど君、ここは間違いを許されないぞ。じっくり急いで考えるんだ。それがもう矛盾しているけど、どうする。
矛盾してるって言わせたい。これはなるほどからのメッセージ、じっくり急いでっての矛盾してると言ってみよう。カルマケンジの説明には致命的な矛盾があります。致命的な矛盾、危ない危ない、面白い。じゃあ見せてもらおうじゃない、私の説明に矛盾する証拠品よ。さっきのカルマの説明にはどこかに矛盾があるはず。被告はとどめを刺す前に被害者と距離を取った。難しい。被告はとどめを刺す前に被害者と距離を取った。そしてもう一度襲いかかろうとしたところを撃たれた。はい、遠くからね、撃たれた。この説明に矛盾する証拠品はズバリ、さっぱり、見取り図、見取り図、あ、これじゃない、こっちじゃない。その1回離れるほどのスペースがないとか、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 それとか、それしかなくない。その1回離れて、いやーでもな、でもあの感じ後ろに物いっぱいあるから、そんな離れられへんのちゃうのっていう、行ってみる、上面図、上面図行ってみる。物いっぱいあって無理ですよ、やってみる。狭いし無理ですよ、やってみるか、やってみる。くらえ、これを見てください。それがどうしたす。明らかにカルマケンジの説明の矛盾を、やばい、説明していないっす。え、やれやれ、考え直した方がいいっすな。糸の子刑事にあしらわれるとひどく屈辱を感じるな。ほら早くやり直すっす。そう、どういうことだ。被告はとどめを刺す前に被害者と距離を取った。はい、そしてもう一度襲いかかったところを撃たれた。距離を取ってもう一度襲いかかったところを撃たれた。この説明に矛盾する証拠品はズバリ、これが弾痕のような穴が開いている、これか。しかしこれが一体何だというんだ。離れて足元から20センチの高さ、外してめっちゃ低いよね。でも20センチってほぼ床よね。屏風でしょ、ちょっと待って、屏風の位置を確認しよう。対面図の見取り図、ここにの屏風に穴、右の方かな、穴があっている。離れて、ちょっと待って、一番端っこやね、これよく見たら。屏風の穴って一番右側よね、一番右のちょっと真ん中の下ね。あそこか、あそこに離れて襲いかかるときに、あんな変なとこにさ、右下のとこにあんなに外すかっていう問題はあるよな。矛盾か知らんけど、外しすぎちゃうはあるか。にしてもこの左の、まあこの四角の大きく分けて右左の左側に被害者がいたとして、まあ、正面から襲いかかってくるやつにあんな右端に外すか。やっちゃう、やっちゃう、屏風、屏風やっちゃおうか、やっちゃえ、これだ。その証拠はこれです。いけたっぽい。何ですか屏風。重要なのは屏風に開いている穴です。あ、どうやら分かったようですね。何がす、説明を。この人たち本当に分からないのか、僕もあんまり分かってないから教えて。なるほど。弾丸は被告のたもとを貫いた後屏風に当たった。そうですね、そうですね、たもとを、そうか、たもとを貫いた後屏風に当たったってことは、迷いちゃんもちょっとそっち側にいたってこと、しかもかなり低めのところにいたってことか。うん、床から20センチほどのところに。ということは、発砲された時、迷いちゃん、いや被告は
襲いかかるどころかしゃがみ込んでいたことになる。なるほどね。あー、そういうことか。袖に当たってあんな低い下にいたってことはしゃがんでた。なるほどね。賢いね。なるほど、あいつ賢い賢い。わー、すごいすごい。静粛に静粛に。確かにそういうことになります。現場の正面図を見てください。銃を撃った時、桐崎医師はこの辺りにいました。そして弾丸は屏風に当たりました。しかもここね、そうそうそう、だいぶ端っこ、しかも床から20センチ、高さは床から20センチ。その瞬間、被害者はこの辺りにいたはずです。ここってこと、ここってこと。まあこっから撃って、この延長線上やね。で、まあしゃがんでた、ここに当たったってこと。ここにしよう。よいしょ、くらえ。ここら辺です。うん、これは実際の裁判やったらな、あのカメラに映して指で指し示すとかやるんやろな。まずい、裁判長尻がかゆそうな顔してる。あるいはですね、ああ、間違えたの、どっち。ちょっと待ってください、 お尻がかゆいもので。あはあ、間違えた、どっち。その間にもう一度あなたも考え直しなさい。やっぱり違ってたみたいだな。違うの、ちょっと待って、だってさ、この辺じゃないの、もうちょっと前、この辺、畳の上、さすがに畳の上にする、この辺にしてみましょう。はい、どうぞ。よいしょ。あ、なんか違うっぽい、違うっぽい。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。お尻かゆいな、お尻かゆい、お尻かゆい、お尻かゆいよね。やばい、どんどん減ってる、どんどん減ってる。ちょっと難しいって。だってしゃがみ込んでたよ、ここにいたよ、ここの前なんじゃないの、ここじゃないの。ちょっとむずいって。ここちょ、もうちょっと近づいてみる。くらえ。もちろんここ屏風の近くです。そういうつもりでやってたんやけど、今までな、大体のニュアンス、ね、汲み取ってよ。屏風の近くは近くで やってたじゃないの。ちょっと待ちなさい。被害者が腰を低くしていたのは弾痕の高さから推測できる。でも被害者との距離はどうなの。うん、もっと被害者と近い位置にいたかもしれないじゃない。うん、それはありえません。なぜ。理由は君が一番よく知っているはずだ、カルマ剣士。近い距離から撃たれた弾痕には焦げ跡ができる。そうだね。しかしこの装束の弾痕にそんなものは見当たらない。このなるほど、リュウチが。うん、被害者が発砲した瞬間、被告は離れた場所にいた。それは立証されたようです。いいんだ、それでね。しかし被告の状況は変わらないと思いますが。変わるでしょう、そんなところでしゃがみ込んでたんでしょ、迷いちゃんは。そんなやつ襲いかかろうとしてないよね。冗談じゃありません、状況は全く変わります。いいですか、被害者は刺されて死にかけていた。もし殺害するつもりで、するつもりならばナイフでとどめを刺せばいい。しかし実際はどうだったでしょう。被告は屏風のそばでしゃがんでいたっす。うん、その通り。もし綾里迷いが犯人ならば、なぜとどめを刺さず屏風のそばでしゃがみ込んでいたのか。そうなのよ、どういう状況なの。お互いしゃがんだり刺されたりして。うめうめ、確かに不可解ですね。きっと何か事情があったっす。うん、それはそうなの。その事情を立証するのがあなたの仕事です。そうだよ。よし、これで判決は完全に、だよね。カルマ何ちっちっち、お父さん譲りのちっちっちですか。判決は完全に分からなくなったな。さすがね、なるほど、龍一。
何もないゼロの状況からここまで持ち直すとは。パパを手こずらせただけのことはある。楽しいわ。出た、親父譲りの嫌味の薄笑い。やめなさいそれ。堂々と凶器を振りかざして。刑事、よくも私な完璧なロジックを傷つけてくれたわね。完璧じゃないから傷つくんでしょ。分かってないね。自分のせいですか。とりあえずその中途半端なヒゲを剃っておきなさい。お仕置きはその後。お仕置きされんの。お仕置き。じゃあ裁判長、この刑事の顔も見飽きたし、そろそろ次の証人を呼ばせてもらうわ。次の証人、そうか、夏美さんだな。わかりました。ここで5分間の休憩を取りましょう。次の証人の話を聞くのはそれからにします。ああ休憩か。ああ続くんや。ほんでそこで難しい、非常に難易度が上がっているぞ。焦げ跡よく気づいたよ。あれ本当に褒めてもうちょっとあの焦げ跡の話よく覚えてたよね。え距離の話と迷いちゃんはさ、待って、迷いちゃんはあそこでしゃがみ込んでたわけでしょ。でも刺されてんのよね被害者も。で撃たれてる。どういうこと。なんか第三の幽霊が現れたパターン。え、物質的なものに影響できる幽霊が。おいオカルトかよ。結局オカルトの話か。これもしかしてオカルト裁判だよ。まあ十分オカルトなこといっぱい起こってるか。何でもありになってくる可能性ある。あ難しいけど面白い続きは次回。